少し描き足りない部分をピッチンして再度描きます。少しサブ的に小さいのも入れてもいいかと思います。手前の花が切るような状況を作ります。描くときに最初にある程度花の状況を判断して描いておくとスムーズに線が走ります。線も生きてきます。ピンチして小さくして全体の画像を見ながら下絵をトレースしてください。以上で大体のトレースが完成しましたので再度見ます。はい、このような形にトレースされました。いかがでしょうか。